実況者たるもの、誰もが人気で人気者でありたいと思う。ということで、人気者度チェックやっていこうと思います。前回の続きです。どうも大将でございます。今回も新レースをやっていきたいと思います。カミカミでしたね。ごめんなさい。いつも通り。あなたはどのくらい人気がある人なのでしょう。10の質問に答える心理テストであなたの人気者度を探ります。カリスマ性、ルックス、知性、個性の4つの項目から細かく分析して人気者度を判定。もっと人気者度をアップさせたいあなたのためのアドバイスもあります。ということで、まあ、実況者たるもの、何そういうカリスマ性とかないといけませんよね。隊長はどのくらいカリスマ性があるのかやってみましょう。クエスチョン1。正直なところ自分は人気があると感じたことがある。常に感じている。結構人気がある方だと思う。たまにそうかなと思うこともある。そうであったらしいと心の中で思っている。一番上の人はかなり自信がある人だね。まあでもなんだろうね、学校ではあれだもん、学校では本当に喋らない子だから基本寝てるし、だからそうかなって思うこともないからほとんど、まあ、ね、願ってはいるっていうレベルかな。そっくらい。クエスチョン2。最近、あ、じゃあ一番最近の誕生日、いくつプレゼントをもらった？これはね、1個です。はい。でも、何？人気とかそういう問題じゃなくて、僕の周りの友達にそういうのがないので、プレゼントあげるとか。そう。だから、何？一人に iTunes カードをもらっただけです。はい、そんな感じ。これは何、その人の環境にもよるんじゃないかなっていう、これはちょっと、ね、しょうがないと思う。クエスチョン3。人から褒められることが多いと思う。いつも称賛の嵐、よく褒め言葉をもらえる方だ。たまに褒められることがある。ほとんど人から褒められたことがない。褒められるか、あ、これちょっとややこしいね、ごめんね。褒められるか、褒められる、褒めら、あんまり褒められないけど、まあでも動画のコメントとかでね、 COD うまいですねとかはたまに来るから、まあたまに褒められることがあるっていうくらいかな。褒められることがないっていうくらい人と接しないっていうこともないから、まあこのくらいだよね。4つ目、クエスチョン4。あなたの生活に一番近いものは、毎日忙しい、毎日充実している、毎日が平凡だ、毎日引きこもり。これは毎日引きこもりです。休日は基本家でニート生活です。はい。クエスチョン5。あなたの友達の数は多い方だと思う、普通だと思う、少ないと思う。友達と呼べる人がまずいない。いや、いるよ、いるけど、なんだろう、いるけど多い方なのかな。高校、そっか、友達って言ってんだから、小中高の友達でしょ。そりゃ全部合わせるとまあ 4,50 人くらいいんのか。案外いたね。まあ普通じゃないかな。 4,50 人って普通多い、まあ普通もっといると思うけど僕は。だってあれ、あの辺の塊、3,4,50くらいいるね。普通なんじゃないかな。
まあ何なんていうか、まあ友達っていう人はそのくらいいる。でも何深く接しているのは基本、まあ何レックス、まあ、動画みんな一緒にいつもやってる人たち、あのくらい、あの人たちくらいしか普段喋らないから何そこまで深く関わらないからあんまり詳しく知らないんだよね、うん、ほとんどの人のことを。ただ何一緒に遊んだりっていうことは、まあね、小中の時もあったし高校でもたまにあるから友達とは言えるんだよ。友達とは言えるんだけどあんまり詳しいことを知らない、うん、だからこれ少ないって言うのか普通、うん、まあ普通でいいんじゃないかな、うん、長いこと悩んでも仕方ない。これは普通クエスチョン6、あなたの休日の過ごし方に近いものは恋人と出るとまずいません、友達と遊ぶ行きません、一人で出かける、外に出ません、家の中で引きこもりニートです。これです、クエスチョン7、これだけはなくてならないなくてはならないと思うものは恋愛、友情、希望、お金。これはね何一つだと思うんだよ。なんかあこれも大切だなってなんか一瞬見たら思うか、うん、悩むかもしれないんだけど考えてみ。だって希望がなかったら恋愛も友情もお金もない何欲しいって思わないんだよ。でしょ思ったじゃん、うん、だって恋愛があっても友情があってもお金があっても希望がなかったら恋愛したい友情が欲しいお金が欲しいって思わないわけだよ。うん、あと何かしたいっていうこと。結局希望に結びつくと思うんだ全部この4つじゃあこの他の3つ、うん、だからこれは希望だと思う、うん、希望がなかったら何もできません。これはちょっと質問に文句っていうのもおかしいけどちょっと違うんじゃないかなと思う。クエスチョン8、今現在人生で目標としていることがある、大きな夢があるささやかな目標がある、大抵の目標はすでに実現した、夢や希望のかけらもない。これはまあもちろん大きな夢はありますよ、うん、だってこういうことしてるんだもんね、なんかステージの上でやりたいとかそういう夢はもちろんありますよ、うん、チャンネル登録者もっと増やしたいとかもっとね大きな夢があります。他にもね結構やりたいこといっぱいあるんでね、うん、まあその中の一つが実況っていうジャンルのまあ上を目指したいっていうことだね。やりたいこと多すぎてね実際時間が足りないんで、一番欲しいものは時間なんだよね。これ一番欲しいものは何ですかって聞かれたら時間が欲しい、本当に休みが欲しいっていう感じ。クエスチョン9、宴会で芸をすることになりました、一発芸で笑いを取る、アイドルのモノマネを披露、一人では恥ずかしいので友達と一緒に、芸はしたくない。まあまあ、こういう性格ですから、まあ別にやってもいいんだけど何一人では恥ずかしいよ、うん、まあ一人実況と僕の一人実況と複数人でやってる実況、見てもらってる方は分かると思うんですけど、一人でやってるとき基本そういうネタぶっ込めないので何喋っていいかわからないし、そだから何二人だったらまだやれる、一人だと多分ネタできないと思う、うん、だから一人芸人とか一人でやってる芸人さん本当にすごいと思う僕は本当。クエスチョン10、今まで告白された経験は数え切れないほど何度かある、一度だけある、一度もない、はい結果を見ましょう早いだってここは追求してもしなくてもさ答えは変わらないわけであってね、お前ないのとか言ったって結局ね答えは変わるわけでもないし、だったら追求しない方が時間も短縮できます、結果を見る。はい、あなたの人気者度チェックはこんな感じ、あなたの人気者度は 50% ぐらいで一般人級、ほうほうほう一般人、
般人か。良くも悪くも平均値、偏差値で言えばど真ん中に位置するあなたの人気度は至って普通と言えそうです。特に人気があるわけではありませんが、別に誰からも嫌われているわけではありません。しかし大抵の人はそうなので気にすることはありません。普通に暮らして平凡な人間関係を築いていく中こそ些細な幸せが隠れているもの。毎日の小さな楽しみを大切に生きてください。さらに人気アップしたいなら一発逆転運、雑誌の読者モデルなどに応援して応募してみましょう。一芸を生かしたホームページ作りなどすればネット有名人になれるかも。なるほど。これは何、 YouTube でやればネット有名人になれるとかっていうことにも置き換えられる。あ、じゃあ僕もうちょっと頑張れば人気、わかんないけど。カリスマ性40差、43%、輝くルックス6%。ルックスは全然輝いてない、むしろ何、真っ黒。魅力あふれる知性 100%。 ありがとう。個性69、個性的だねとか変わってるねっていうのはよく言われる、これはもうちょっと高くてもよかったなと思うんだけど。知性 100% か、なるほどね。はい、といったところで人気者のチェック、僕はこんな感じになりました。一緒にこの後に、やりたいっていう方は、動画概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんも、やってみてください。ではどうしよう、もう1本くらいやろうかな、心理テスト、もう1本くらいやりたいかなと思いますので、また次回ね、お会いしましょう。今回ここら辺で失礼します。ではバイバイ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。